フォンテーヌブローの勅令は、1685年10月18日に、フランス国王ルイ14世により署名された、ナントの勅令を破棄する法令である。直接のきっかけは大トルコ戦争のため、1684年に、神聖ローマ帝国とレーゲンスブルクで12年間の休戦を安し消したことである。あらかじめ竜騎兵によりユグノーは拷問にかけられ、カトリックへ改宗させられた。ジャン・アンリ・ユグタンのように、アムステルダムへ逃れた多くの中産ユグノーが出版、金融業で栄えた。ユグノー系の銀行家には国内に留まったものもあり、1694年と1709年の大飢饉に遭難したルイ14世は彼らを頼った。彼らの家族は、先のアムステルダムだけでなく、ロンドン・ハンブルク団地比に亡命していたので、そこから原資を募ることができた。この勅令は、ルイ16世時代の1787年11月7日になって、ベルサイユ勅令の署名により破棄された。破棄の勅令の序文において、ナントの勅令は次のように記載されている。フォンテーヌブローの勅令主要な条文の内容は、以下の通りである。多くの新教徒がフランスを脱出して国外へ移住した。ブランデンブルク選帝公国へは数万人が移住し、ポツダム勅令で保護された。18世紀初頭にはベルリンの人口のうち3分の1はフランス人だったとはよく言われることである。彼らは農業と工業の両面で技術革新をもたらした。養蚕の成功は特筆される。同胞がオランダにもいて、近現代にドイツ経済はオランダのそれと密接に関係した。現代ドイツ史にはユグノーの末裔をたくさん挙げることができる。フランスにとっては勤勉な新教徒が失われたことによる経済的損失は大きかった。またユグノーが多かったフランスの時計師たちの多くがスイスへ移住したことでフランス時計産業が衰退してスイス時計産業が発展する契機となった。ありがとうございます。